藤里奈です。よろしくお願いします。ありがとうございます。今なんじゃない、メラメラとたぎれ眠っているだけの正義、こんな僕も君のヒーローになりたいのさ、ララ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 僕じゃ頼りないのかなんて、そりゃそうだよな、だって今もこうして迷ってる、ララララララって怒ってくれないか、ララララララきっとでいくさ、ララララララ君が僕のヒーローだったように、今なんじゃない、こんな僕にも潜む正義が、どうしようもないショウタに駆られて、ほら気づけば手を握っている、一体全体そんなに荷物を背負い込んでどこへ行くの、ねえねえ待って僕にちょっと預けてみては、怖い君とどちらが正しいのかなんて誰にもわからないさ、ララララララ僕らだけの世界きっとでいくさ、補い合えた暁には同じ夢を見たい、僕のせいなんだ、夜なごめんね、だけど見るべきはリアルだ、今こそ僕が助けるんだ、抱えないで信じて頼ってほしいんだ、今なんじゃない、メラメラとたぎる、こんな僕にも潜む正義が、どうしようもないショットに駆られて、ほら気づけば手を握っている、ほっとけない、そんなに荷物を背負い込んでどこへ行くの、ほんのちょっと僕にちょっと預けてみては、こんな僕も君のヒーローに、皆さんこんにちは、名古屋を中心に活動していますシンガーソングライターの加藤里奈です。よろしくお願いします。ありがとうございます。先ほど
1個前のさなちゃんからご紹介いただきましたが、ソングス名古屋というオーディションでさなちゃんと一緒になって、そこからあのいろいろとライブに誘っていただいたりとかしてたんですけど、男島さんは私実はずっと前からすごく憧れていたイベントで、初めて今回出演させていただくということで、すごいワクワクとドキドキが混在していて、ちょっと手が震えている状態ですありがとうございます。いや本当にたくさんの方が見てくださっていてすごく嬉しく思います。1曲目はですね、緑黄色社会さんのメラという私の大好きな曲を歌ったんですが、次はですね、ここからはオリジナル曲を、3曲お届けしたいなと思います。最初に歌う曲は始まりっていう曲なんですけど、これは私が一番最近に作ったオリジナル曲になります。そうだな、4月とか5月とかって結構新しい季節の変わり目でいろんな、 なんか始まり事が多いと思うんですけど、私自身は20歳になって初の春ということで、ちょっとなんか大人なこうなんていうか考え方とかをしていきたいなって思ったりするんですけど、結構ねこう新しいことが始まってきて不安も伴うと思うんですけど、そういう時になんかすぐに大きいことはできなくてもちょっとずつ頑張ることはできるよなっていうような思いを書いた曲になってます。感想で皆さんと一緒に歌いたいメロディーがあるので、ぜひ心の中で一緒に歌っていただけたらなと思います。それでは聴いてください。始まり。見失わないで大切なもの、離れているからこそ繋がっているから、 Oh, 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 yeah, yeah. 悩みながらでいい、頭抱えながら間違え、I'm not afraid to die.
ます。ということで次はちょっとギターを置いて歌いたいと思います。はい、じゃあもうちょっと自己紹介を一応しておきたいなと思います。20歳のシンガーソングライターとして名古屋を中心に活動させていただいております加藤里奈です。最近はカトリーナと呼ばれたりということもあるので、ぜひ名前を覚えていただけたらなと思います。めっちゃ風強くなってきたねすごい、ちょっと髪の毛乱れちゃいますけど、歌っていきたいなと思います。次の曲はさっき話題にも上がったソングス名古屋っていうオーディションが2019年にあったんですけど、そこで私はグランプリをいただいて、その時に歌ったオリジナル曲のいつかの未来という曲をこれから歌いたいと思います。この曲は私が初めて作ったオリジナル曲で、夢に向かっていく中で結構周りの子が輝いて見えたりとか、なんかあの子楽しそうだなって思ったりすることがあったりするんですけど、そんな中でもちょっとずつ頑張って行けば誰かが見てくれているっていうことを歌った曲です。めっちゃ風強い皆さん寒いので温まってくださいね。では聴いていただきたいと思います。いつかの未来。Yeah.
ありがとうございます。ありがとうございます。オリジナル曲のいつかの未来という曲でした。ありがとうございます。皆さん楽しんでいただけていますでしょうか。わあ、ありがとうございます。イエーイ。はーい、ありがとうございます。クランキーもらったありがとうございます。よいしょ。ということで次で最後の曲になります。最後、終わり、今来たばっかりってずっといてくれてたありがとうございます、嬉しいじゃあね、最後は皆さんと一緒にやりたいことがあります。オリジナル曲の It's Gonna Be Alright という曲を歌うんですけど、この曲はすごい明るい曲で、みんなでね拳を突き上げたいなと思います。でちょっと一回やってみたいと思いますので、知ってる人はぜひやってみてください。 It's Gonna Be Alright、yeah!It's gonna be alright! 私が言ったイエーイって、そうありがとうございます。温かいです、本当ありがとうございます。ぜひ一緒に楽しんで最後笑顔で終わりたいなと思います。皆さん本当にありがとうございました。加藤里奈と言います。SNS がありまして、 Twitter と Instagram がアットマークソングアンダーバーマリクロっていうユニークじゃなくて、なんだっけ、ユーザー名でやってるんですけれども、ちょっと検索しづらいと思うので、ハッシュタグカタカナでリナウタで、ありがとうございます、フォローするよって、嬉しいハッシュタグリナウタでぜひ検索していただいたら、歌って動画とかも一緒に出てくると思うので、よかったらお願いします。では It's gonna be alright でみんなで終わりましょう。ありがとうございます。走り出すと待ってる時間なんてない。 It's gonna be
ございました。